ロアッソのアウェイの栃木戦に来ました。結構ちょっと冷えますね。気温が低いです。栃木のスタジアム初めて来るんでね、こんな感じですか。こんな感じですね。なんかあっちの方で固まってるみたいなんでね、そっちで見ようと思います。はい、さっき場所取りしてきたので、ちょっと今こっち側来てるんですけど、まあ、栃木といったら、まあ、元アビスパのねグティエレスがいるんでね、見てみたいんですけども、まあ、ちょっと、まあ、今日はねアビスサポじゃなくてロアスサポとして来てるんで、まあ、全然、まあ、ぜひまあゴールは、ね、見たくないなと、活躍するところは見たくないなってありますけども、あとあれですね、ケネディもいますからね。今日はケネディはいないみたいなんですけども、まあ、ちょっと気になりますね。はい、スタグルなんですけども、なんか前の道にこう一本になってキッチンカーが来てるような感じですね。何食おうかな。唐揚げの M と、あと氷結のレモンを一発ずつ、はい、ありがとうございます。じゃ900円になります。D 払いでお願いします。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、よいしょ。というわけで買いました。ただね、ちょっとハイボール飲みたかったんですけど、ハイボールなかったんで、なんかしゃなしに氷結にしました。さて、ご案内しました。ガッツポール応募していくんですが、試合開始時刻までとなります。たくさんの応募をお待ちしております。じゃあちょっと栃木サポの友人にちょっとインタビューしたいと思います。今日の栃木の注目してる選手は誰ですか。はい、今日のまだスタメンを見てないんですけど、ごめんなさい、ちょっとね全然情報が追いついてなくて、今日の注目は2人いて、はい、ゴールキーパーの藤田選手41番今季初スタメンなんですよ。はい、なるほどなるほど。そう、今シーズン新潟から移籍をしてきて、はいはい、まあ期待の若手ということで今季初スタメンを飾ってくれてるんでちょっと楽しみですね。あとはそうだな、14番の八千田選手、はい、八千田選手は去年京都から期限付きで移籍をしてきて、今年また延長で栃木に残ってくれた選手で、前線でボールを持てる、運べる、でシュートまで行く精度を持っているので、ちょっとそこは注目してほしいなと思います。あ、ありました。じゃあ今日の予想スコアお願いします。難しいね。ここ熊本さんとの対戦成績として確か栃木の6勝で、熊本の8勝、今まで多分熊本が勝ち越してはいるんですけども、直近の対戦でいうと栃木が勝ち越しているので、まあでもな、熊本さん調子いいし栃木調子悪いから、いいとこ1対1の引き分けか、はい、あわよくば2対1の栃木かなと思ってま す, いいです、ね、いや、なんか分かればでいいんだけど、熊本の注目している選手、うん、警戒している選手いたりしますか。熊本はそれ調べたんだよな、確か前節、はい、ヴェルディ相手に逆転で勝ってるじゃないですか。ああ、もう勝ったし、でそこで33番の阿部選手、お目が高い中盤の選手なのにシュートのアテンプト数がチームで一番あるっていうことは、自分で持って運べる、なおかつ後ろから顔前に顔を出せる選手かなっていうのは予測してて、ちょっとそこは栃木側としては何としても抑えなきゃいけないところかなと思ってます。お目が高いですじゃあこれで以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。一言お願いします。ぜひ栃木の方、まあ入れればですけども、大旗を振ってみたい、触ってみたいっていう方はぜひゴール裏までお越しください。お願いしますはい、というわけでさっきちょっとね、栃木サポの友人の方にインタビューをさせていただいたんですけども、まあ、彼言ってたように、なんか大旗振る体験やってるみたいなんで、まあ、気になる方とか
いたらね、ちょっと栃木のスタジアムのねゴール裏に行って声かけてみたらいいんじゃないかなって思います。あ、ちなみに私の予想スコアはね、あ、もうまあ 2-1 とかでね、 2-1 でうちがロアッソが勝つんじゃないかと思いますね。来週です。4月23日土曜日、次回ホームゲーム4月23日試合終了しました。結果が、1対1のドローということで、前半の序盤の序盤に1点をお互い取っただけで終わってしまいましたね。後半は結構栃木ペースで試合が進んでたような気がするんでね、ちょっとなんか味気ないというか、うーんって感じですね。なんか負け同然というか、そんな感じがします。ではね、この後ちょっとさっきのインタビューした栃木サポの友達にね、車乗せてもらって宇都宮駅まで行きます。はい、で宇都宮駅着いてからですね、あの餃子を食べました。はい、ではこれで動画の方終わりになります。まあ、ちょっとでもいいなと思った方、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。